ポケットモンスターシリーズには様々な地方、そして島、地域が存在する。本編と外伝、さらにアプリゲームなどを含め計算すると、その地方の数は約26種類ほど存在します。今回は様々な島、様々な地方の特徴とモデル、そして特殊なバトル形式などを紹介していきます。オンジャスどうもサオでございます。なんでこの企画をずっとやってなかったんですね。かれこれ2年ほどポケットモンスターの動画はまあ多く出してきたと思うんですが、まあ、この動画をなぜ僕は思いつかなかったのか。なんで思いついたの？おすすめに出てきたんで暴露。やめとけ。それでは今回はまあラジオ寄りで考えていただけたらいいのかなと思います。関東地方から、まあ、アプリゲームの地方まで、まとめて紹介していきたいと思います。まあ、ポケットモンスターの地方なんですけれども、まあ、国って考えた方がいいのかなと思います。まあ、例えばゲームとアニメですよね。まあ、これ同じ地方なんですけどパラレルワールドだったりするとか、あとはまあポケマスとかも結構ねわちゃわちゃ設定になってますよね。まあ、あれもパラレルワールドなんじゃないかなっていうところですし、まあ、実際にサンムーンの世界でもね、まずは昼夜の逆転世界ですよね。まあ、その辺もパラレルワールドですし、まあ、ダイパで反転世界なるものも出てきてしまったのですね。まあ、ポケモンの世界はまあ多方面で分岐していますよっていうところなので、まあ、今回はまあ基本的な部分と概要について触れていきます。今回はピクシブさんが非常に丁寧にまとめていらっしゃったので、この辺も含めて参考にしていきたいと思います。それではまず関東地方ですね。まあ、初代の地方になります。まあ、関東地方ね、関東がモチーフっていうところなんですけれども、まあ、ベータ版とかではね新宿とかよね地名も出てきているので非常に面白いのがこの初代なんですけど、まあ非常に治安が悪い場所があったりとか、あとはヤバい集団ロケット団が生息していたりとかですね。あとは次の上都地方と陸続きっていうところです。まあ陸続きの国っていうとね、まあ日本ではイメージしづらいですけれども、基本的にそうですからね、世界地図を見るとね。まあというところで、初代の地方が関東地方、続きまして上都地方ですね。こちらが HGSS 金銀クリスタル、この辺がモチーフになっているんですけれども、この辺は近畿地方がモチーフになっているんですけど、近畿地方がメインになっていて、まあ、東海地方、四国地方、中部地方、この辺がごちゃ混ぜになっている。まあ日本地図でいう左側ですね。僕地理がめっちゃ苦手なんで、なんかあんまよく分かってないんですけど東京都がありますよね。まあ、だからこそ古の都とかね、まあ、エンジュシティとかその辺の和風なイメージがあるのが上都地方なのかなっていうところです。まあ鳳凰とかね、ルギアは映画から出てきてるポケモンなんで、まあそれさて大きいなんですけど、まあ鳳凰とかはね非常に和風な、まあ焼けた塔の神話とかもありますよね。まあモンスターボールの技術が受け継がれてきているのも上都地方なんですよね。まあガンテスさんのガンテスボールとか、ボールはボングリーというものから作られていたっていう設定が、まあ、解明されたのも上都地方になってきます。はい、次に方園地方でございます。こちら九州ですね。まあ、沖縄も一部あるのかなっていう感じです。で、若干マップは回転させられています。ここの特徴なんですけど、ポケモンコンテストですよね。まあ、あとはダブルバトルとかも取り入れられてきたのがこの方園地方でございます。ちなみに友達の秘密基地行きましたか？よく公園で友達の秘密基地にね行くみたいな、そういうイベントが、まあ、あった人は大半、なかった人はかわいそうなんですけれども、よく公園でポケモンやってたわけですよ。で、その時にね、やすみくんですね、やすみくんが樹海員が空を飛ぶを覚えたっていうねお話をしてくれてですね、そんなん覚えさせたいじゃないですか。でも一生教えてくれなかったんですね。まあ今も待ってるんで、やすみくん教えてもらっていいですか。あとりゅうたくんね、方園地方から関東地方に行く方法も教えてくれると言ったまま、十何年も経っているんですけど、ぜひともそちらも教えていただきたいというのが方園地方の特徴ですね。関係ねえ。続きまして新大地方です。これは一番人気でございます。天眼山を境に磁力
というか磁場が、張り巡らされている、そんな神王地方、まあ、磁場は神話とも関わりがあって不思議な力が眠る土地として非常に有名でございます。こちら北海道をメインに、まあ、樺太、そして北方領土、これは日本なのか、まあ、日本人としては日本とも言いたいんですけど、まあ、ここの辺は難しい問題になってくるので皆さんもコメント控えるように。この地方はね、あの自然が豊かな場所です。そしてまあ遺跡とか神話とかも多く残っていて、まあ、アルセウス教なんじゃないかっていうね、どっかの国の宗教の教会とかが建っていたりして非常にミステリアスな場所にもなっています。神王地方の特徴なんですけど、新たな進化が確認されたりとかですね、やっぱ神秘的な場所なんですよね。そしてまあ先ほど言った通り自然が多いので、あのポケモンと人間が非常に協力して生活していかなきゃいけない、まあ、ちょっと厳しい街だったりしますよね。あとはあのプラチナになりますと、まあ、雪が降ってきたりとかですね、非常に険しい場所なんですよね。まあ、皆さんも行った際にはここは気をつけてください。あの以前出した動画でね、まあ、ある道路では人が一番亡くなっているとか、ね、そういうお話もあったりします。続きまして一州地方、一州地方なんですけど、まあ、こちら初めて国外に行きました。アメリカのマンハッタンおよびニューヨーク州がモチーフになっているんじゃないかって言われてます。一州地方なんですけれども、まあ、アメリカが舞台になっていますね。でそういうところで考え方の違いとか、あとは宗教も入り乱れますよね、アメリカってね、という場所なのでですね、あのいろいろな人種やさまざまなポケモンを受け入れる土地として建国されています。まあ、建国って言ったのは、あの一州地方には建国の神話とかいうものがあったりするんですよね。なので国というイメージとしては一州地方が一番深いのかなと思います。ちなみにあの日本が今までモチーフになってきて、日本って非常に四季が特徴的ですよね。4つの季節なんですけど、一州地方で初めて四季が取り入れられていきました。続きましてカロス地方、こちら XY でございます。フランスですね、まあ、パリを中心にフランスがモチーフになってます。まあ、カロス地方特徴的なのが、まあ、メガ進化の伝承が残る場所でございます。であともう一つね、特徴的なのは XY についてのね、あの謎がほぼ解明されてません。これはポイ捨ての XY と言います。はい、続きましてアローラ地方ですね。ここはね、あの異質な場所なんですけれども、まあ、特徴的なね言語が存在したりとか、まあ、例えばアローラっていう挨拶ですよね。で陽気感、このアローラの陽気感なんですけど、まあ、アメリカのハワイ諸島ですね、こちらがモチーフになっております。複数の島から成り立ちます。そしてあの火山も活発なんですよね。というより、まあ、火山が活発だからこそその溶岩で、まあ、マグマで島ができているっていう都市になっています。まあ、ハワイには守り神がいるんですけど、まあ、そちらの設定があのカプというポケモンに出てきていたりとか、あとはまあジムリーダー戦の廃止ですよね。これは結構まあ炎上というか、まあ、物議事案だったんですけれども、まあ、そのカプの影響で Z 技なるものも存在しますね。まあ、いろいろな、新たな時代を築きましたね。そしてポケモンシリーズを非常に厄介にしたのがパラレルワールドという仕組みですよね。まあ、ウルトラホールという異次元の世界まで出てきてしまった、非常にわちゃわちゃした場所になってます。そしてガラル地方ですね、まあ、これは直近なんでそこまで解説しないんですけど、まあ、ダイマックスというものとジムチャレンジみたいなもの、この辺は特徴的ですよね。で、イギリスがモチーフになってます。まあ、ブリテン島がモチーフになっていて、鎧の孤島がマントー、そして冠の雪原はスコットランドがモチーフになっています。このガラル地方なんですけど、まあ、工業都市なんですよね。まあ、工業都市が多いんですよね。なので産業が非常に発達している場所になります。なのでエネルギー問題みたいなものも出てきてしまって、まあ、そのせいでローズさんが暴走したんですけれども、まあ、実はローズさんなんですけど、ローズさんの顔を回転させます。逆さにしてヒゲの部分にこの点々を打つとですね、あのなんとペンギンの顔が出てくるんですね。マジ何の話。はい、ここまでが本編の、ポケモンの地方になるんですけど、まあ、外伝にもね地方が存在しています。まずはポケモンコロシアムのオーレ地方ですよね。まあ、これはポケモンコロシアムと、ポケモン XD、この場所はねポケドルというね、別の通貨が作られていたりとは、まあ、ちょっと独立した場所なんですけど、野生ポケモンがほとんどいません。荒廃した土地になってます。そしてバトルも、ダブルバトルが基本となっています。であとはポケモンレンジャー、
ポケモンレンジャーにはフィオレ地方、中国地方なんじゃないかと言われているのがフィオレ地方、そしてアルミア地方、こちらが青森県の一部、新大地方の下に位置する場所なんじゃないかとも言われています。そしてポケモンレンジャー最後、オブリビア地方ですね。まあここもモチーフはね曖昧なんですけど、沖諸島なんじゃないかと呼ばれています。はい、で続きまして乱世地方です。こちらはポケモン信長の野望の舞台になっています。ここはあのアルセウスの形がモチーフになりつつ、日本列島がモチーフになっています。乱世地方がどこにあるのか謎なんですよね。もしかしたら乱世地方が昔の話で宝円新王関東って分かれてったのかなみたいなお話もあるんですけど、まあ上都地方を見る限り乱世地方時代みたいなものは語られていないので、まあ、乱世地方というものがあの他にあるんじゃないかみたいな話です。続きまして、ポッケンですね、フェルム地方でございます。こちらはフェルムバトルというね、まあ、ポッケンのバトルそのものですよね。まあ、じゃんけんみたいなアクション系のバトルが楽しめる場所なんですが、まあ特徴的なのがあのメガ進化ができるっていうところなんですよね。でメガ進化しないポケモンも、まあ、Z パワーみたいなものを使って、まあ、共鳴バーストっていうのが、できる、まあ、特殊な場所になってます。モチーフなんですけどイタリアなんじゃないかって言われてます。続きまして、レンティル地方ですね。こちら、最新の地方ですかね、ニューポケモンスナップの舞台、こちらが初めて地方として、言及されました。場所なんですけど、まあ、ニュージーランドの北かオーストラリア大陸なんじゃないかと、言われています。イルミナ現象っていうね、花由来の、ポケモンがめちゃめちゃ光るっていう、まあ、それだけなんですけど、あのインスタ映えする地方です。はい、26種類あると言ったのでここからはバババババッと言っていきます。まあ、その他にもねいろいろ地方があります。例えば、ポケモンスタジアムはホワイトシティっていう場所があったりとか、ポケモンスナップ、これ無印ですね、島があるんですけどポケモンアイランドっていう場所です。ここはあのポケモンアイランドなんですけど、あの、まあ、自然が険しい場所なのであまり人が住む場所ではないんですが、まあ、今開発が進んでポケモンが保護される、島として活躍しています。はい、次ポケモンバトルレボリューション、こちらがポケトピアという、場所になってます。まあ、ここはあの施設ですね、あの企業が経営する施設です。テーマパークですよね。まあ、なんであのバトルのフィールドもテーマパークがモチーフになっているところが多いと思います。はい、続きましてポケパークです。はい、ポケパークは人間がいません。そして人工物もほぼありませんっていうね、ポケモンのアイランドの場所になります。これはポケパーク、名前のまんまですね、ポケパークのシリーズの舞台になっています。続きましてライムシティ、これはね映画化もされましたね、名探偵ピカチュウの舞台になってます。実写版のね映画で行くと、あの島の中に作られた都市なんじゃないかっていうね、まあ、そういう場面があるんですよね。まあ、あとはカルモンテ島、これがポケモンコマスターで、ポップタウン、これハネロコイキング、そしてカクコロ島、これはポケモンクエストの舞台になってます。まあこの辺はちょっと話してるとめちゃめちゃ長くなるんですけれども、続きまして人工島パシオです。人工島パシオはポケモンマスターズの舞台になってます。まあ、ちなみにバディーズバトルというものが行われていて、3対3のチームバトルが行われています。はい、で最後なんですけど、これが一番最新かな、エオス島ですね、こちらは海の果ての秘境です。ここでは何が行われているかっていうと、ユナイトバトルというものが行われています。まあ、なのでここはポケモンユナイトの舞台ですね。はい、というわけでございました。というわけで新企画、以前の動画はグッド最多賞を紹介というところで、今回はポケモンの隠れた名曲の動画ですかね。評価数最大が、グッド152、ブティックにずっとこもってたあの頃を思い出す XY は現役、めちゃめちゃ現役ですねこの人、こもっちゃいますよね。あのキャラメイクガチ勢の人はめちゃめちゃ喜んだんじゃないかなと。であの対戦で見た相手の服ね、真似しがちですよね。はい、それでは、今回、チャンネル登録をするとですね、まあ、二度と僕の声にエコーがかからないようになるので、その収録ミスがうざかった方はぜひともチャンネル登録をよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。